いろは坂での借りをきっちり返す。3、2、1、ゴー。忘れちゃいけない、俺は一度この男に負けているということを。進化しているな、その車。さすがに北関東を勝ち抜いてきただけのことはある。だが今の俺にはミステリアスなもんなんかじゃない。旋回性能は単純にタイヤのキャパシティと荷重バランスだし、加速力はパワーと車重のバランスでしかないんだ。他のやつはごまかせても俺の目はごまかせないぜ。ミスをしなければ勝てる。インホイールリフトか、うまいもんだぜ。だがそこまで芸術的なコントロールが速さにどれぐらいつながっているかは疑問だぜ。限界を超えたオーバースピードでの突っ込み勝負。俺は誰よりも速いと信じてレースをやってるんだ。
スピードのレンジが低すぎる。もっとアベレージが高ければ差ははっきりと出せるんだが、それを言い訳にはしない。俺たちレーシングドライバーに遊びはいらない。速いか速くないか、それだけだ。なんだ今のは。これは現実だ。油断はできないな。何より気に入らないのは俺が慌ててることだ。同じ速度で。
同じラインで、しかもこっちは FR よりも限界の高い MR なんだ。勝負だよな。このバトルに勝つにはガキになりきらなきゃダメなんだ。